私はもともと食べることが大好きで、そこから栄養についても興味を持つようになりました。文化の食物栄養学科は調理のできる栄養士を掲げていて、調理実習の回数が多いことを知りました。知識面だけではなく、おいしい料理を作るための調理法を学べると思い選びました。好きな授業はやはり調理実習です。入学してすぐは出汁の取り方など調理の基本から学びました。徐々におせちを作ったり魚をさばいたりと難しい調理法にも挑戦していきました。自分の料理のレパートリーが増えるのがとても嬉しいです。また実習の後にみんなで食べるご飯がとても楽しいです。チームワークで取り組む力が身についたと思います。授業ではグループに分かれて実習することが多くあります。その中で一人では困難なこともみんなで協力し合うことで乗り越えられることを実感しました。栄養士として就職することです。そして皆さんに安心して楽しめる食事を提供することです。食物栄養学科はみんな明るくて、先生方も一人に寄り添った指導をしてくれます。その分楽しいことや成長できることもたくさんあります。皆さんの入学を楽しみにしています。